ノジャン・シュルマルヌは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルド・マルヌ圏のコミューン。別名ら、ビル・デュ・プティ・バン・ブランとも呼ばれる。バンセンヌの森と接する。ノートルダム・ド・パリの前にある、フランス国道ゼロ地点から約12キロメートルの地点にある。広大なパリ盆地の中にあるノジャンイコールシュルマルヌは、南側が、丘の中原、東側が、マルヌ川の蛇行部分である。世紀には、 デビコナバジェントの名があった。言語学者が主張するようにすべてのノージアーンは、典型的なガリア語のノービアントムから派生している。ガリア語の設備エンとは、土地を意味している。高架橋の上を走る蒸気機関車。マルヌ川とバンセンヌの森に沿ったのジャンシュリマルヌは、カロロマン時代に作られた町である。キルペリック一世の宮殿はのジャンにあった。581年。 プールのグレゴリウスは、王の木に、入りの宮殿、ナバジェンテムについて記述した。クロービス一世や、キルデベルト二世ものジャンに住んだ。13世紀にのジャンに建てられたプレザンス城は、シャルル五世と王妃、ジャンヌ・ド・ブルボンが暮らした。現在唯一残る痕跡は、庭園にある低い壁である。14世紀のボーテシュルマルヌ城は王城であった。 シャルル7世の愛称アニエス・ソレルはこの城で暮らした。17世紀ののジャン住民は農民が主であった。やがて中山階級画のジャンの田園の美しさを知って移り住んだ。画家ジャン・アントワーアヌはと、聖職者で政治家のアンリド・ポンポン・ヌラである。1850年代、パリ・ミュールーズ線、バスティー・ユラ・バレンヌ線の2つの鉄道路線が敷かれた。 オーベルニュ人が作った水道橋は、フツ戦争さなかの1870年9月に、ベルギー人によって破壊された。イタリア人らが再建を行った。都市の再建を行ったのが、イタリア人住民の共同体であることは、間違いない。高架橋の建設で1854年以降、孤立してしまったルペロ・シュルマルヌは、10年もの間、揉めた末に1887年に独立した。 コミューンとなった。道路網の充実でのジャンには新しい橋が架かり、学校や住宅が建てられて都市化が進んだ。ありがとうございます。